今回のポケモンはピカチュウ。これは何のシルエットかといえば、そう、電流じゃな。ライトポケモンの電流は尻尾の結晶体から強烈な光を放ち、遥か遠くまで届くことから、かつては灯台の光として重宝されたポケモンじゃ。光と電気のおかげで電流と人間の付き合いの歴史は